はい、こんにちは、海坊主です。今日のヒートなんですけど、 NSX 買ってきました。ちょっと前にね、初代 NSX やりましたけど、今度は現行 NSX ですね。まあ俺がこれを初めて見た時の印象を言うと、あ、 R8 のパクリと素直にそう思いましたね。それほどシルエットがね、 R8 と似てるかなってところだと思います。まあミッドシップとかをね、突き詰めると多分こういう形になるのかなとそうとしか思えないそうじゃないとね、ここまで被るかってぐらい似たような形になってますんでね。はい、まあそんなね余計なことを言わないでね、さっさと行ってみましょう。それでは本日もよろしくお願いします。はい、最初に早速いじくってきましょう。まあバンパーからいじくってきますか。フェンダーからいじくるとね、なんか微妙な感じになるのでただなんだこれどっちともかっこいいとは言えないぞ。だったらノーマルバンパーをスプリッターつけた方がよっぽどいいですよね、多分いやひでえな、これはないな、ない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 、もうちょっとあるだろうって言いたいですよね。そうですね、もうリップスポイラー的な感じでね、こっちの方が多分いいですねほんとひでえな、あれはさすがにないわ。いいですね、このフェンダーのね、エア抜きのダクトがあるだけでね、ぐっとレーシーなんていうんですかね、レーシー感が増すっていうかそう、レーシングカーって感じですよね、いかにも。あれね、ちゃんと意味あるんですよ。タイヤハウスのね、エアを抜くことによってね、結構ね、効果が出るんですよ。ダウンフォースとか含めて。あとはあれですね、フロントがね、リフトするのをね、抑えるんですよね。空気が溜まって持ち上がっていくのを抑える働きがあります。はい、じゃあ次はリアバンパーですね。なんかこのリアフェンダーのラインが整うって感じですかね。ディフューザー、ここら辺がいいかな。意外と自然なラインですよね。だからなんで竹槍が好きなんだって言いたいですけどね、本当にこれでいいや。これかな。うんとしか言えないですね。もうはっきり言ってね、ノーマルが完成してるって感じなんですね。微妙なカナードつけてみましょう。ちょっとねこんな感じにしてみました。はい、完成しました。まあ本当はね、赤にしたかったんですけど、まあ赤はね、最近赤ばっかりなのような気がするので、黄色にしてみました。で、黄色っつってもね、なんていうんですかね、レモンイエローとか蛍光イエローって感じではなく、黄色って感じの、ちょっとね、濃いめにしてみましたね。で、ホイールの方はね、AMG のスポークホイールに近い感じの、やつにしてみました意外とね、AMG の純正ホイールって好きなんですよね。そういう憧れもあり、それで、かつね、下品な感じじゃないってことでね、このホイールですね。そう、こういう車に使われがちな、すごい造形的にすごいホイール、まあ確かにね、ああいうホイールも合うのかもしれないけど、個人的にあんま好みじゃないんでね。はい、ってことでね、ラグジュアリーな方面っていうよりもスポーティーな方面に振ってみましたってところです。それでは行ってみましょう。
はい、まあ今更なんですけど、グラフィックの綺麗さでいうと半端ないですよね、この映り込みというか。まあ逆に言うと不自然にね、光りすぎてる部分はあるんですけどね。なんか本当にソリッドカラーですかっつうぐらいビカビカになってます、なってる感じじゃないですか。現実の車でもね、ここまでビカビカじゃねえぞっていうところはあるんですけどね、大げさに。だから現実をね、仮想が追い越したって感じのような気がしなくもないです。それこそね、初代グランツーリスモ、あれが出た時はね、そのボディにね、その映り込みがあるっていうだけでね、おーなんて言われてたんですけどね、もうそういうレベルを超越してますよね、最近のグラフィックは。はい、まあね、そんな話はね、関係ないですよね。まあこの新型 NSX ってところなんですけど、これはね、発売前もなんかいろいろあったみたいですよね。一番びっくりしたのはあれですね。まだ開発中だったと思うんですけど、その結構出回ってたじゃないですか、いろんな情報が、特に YouTube とかでも。一番びっくりしたのはね、ニュルブルクリンクでテスト車両が火災になりましたっていうのがびっくりしましたね。まあでもあれもね、うん、しょうがない部分ではあるのかなと思います。どういうところって感じなんですけど、ハイブリッドっていうとね、特にモーターじゃなくてバッテリーの方なんですけど、すごく熱を持つんですよね。で、熱にね、ちょっといろいろ敏感な部分があったりするんですよ、確か。だからその熱対策っていうのがね、すごく難しいはずなんですよね。特にこのハイブリッドスポーツみたいな、うん、勝つやつだとなおさらそういう感じだと思うんですよね。あ、もう終わっちゃいましたね。はい、久々にね、夜のレースです。まあレースっていうか、これはあれですね、ドリフトイベントですけどね。まあこんな車でもね、なんとか通過できんじゃねえと思いながらやってます。はい、じゃあさっきの話の続きですけど、まあその熱対策ですよね。まあその難しさの一端としてはあそこがあると思います。GT500、 この方の NSX がね、デビューしたばっかりの頃、まあいろいろ物議を醸してたじゃないですか。他のメーカーのやつと違いすぎる、その FR レイアウトじゃないでミッドシップレイアウトだし、でなおかつね、ハイブリッドシステムまで積んでる、そんなの許可するのって、特例で許可、まあいろんなね、大人の事情が働いてるんでしょう。まあそうやってデビューした NSX なんですけど、まあ最初の頃全然戦力としてはダメだったんですよね。まあその結局バッテリーの熱問題とかいろいろねあったと思うんですけど、でまあいろんなね、そこも大人の事情があるんですけど、現行のね GT500 の方ではねNSX なのにちゃんと FR レイアウトで、しかもハイブリッドなしでやってますよね。まあそれはね、他のメーカーからしたら見たらね、なんじゃそらって話ですからね。 FR ってレギュレーションがあるのにミッドシップで、しかも、うん、ターボの4気筒だっけのエンジンのはずなのにハイブリッドっていう、なんじゃそらっていう、レギュレーションぐちゃぐちゃやんけみたいな。まあそこら辺の事情がね、もう是正されてね、今はちゃんとイコールコンディションでやってますよね。しかも FR レイアウトの NSX がこれまた早いっていうところでね、それもそれで面白い。はい、ちょっと脇道それちゃいましたけどね。だからそんな感じでね、テスト車両が燃えたとか、そういう話がね入ってきてね、おーって思ったんですけど、まあなんだかんだでね、ちゃんと発売をされましたよね。面白いですよね、この車は。一応ね、ハイブリッド車両の AWD なんですよね。しかもその AWD の方式としては、これがウェックとかで使ってるのと同じような方式、モーターが3個ついてるんですよね。フロントの左右のタイヤに1個ずつモーターがついていて、であとは後輪駆動用のモーターが1個、合計3個。まあそちらのモーターが、まあ、駆動して、まあ疑似的な4駆っていう感じですよね。ウェックのね、 LMP1 車両もね、あれも AWD で、モーターパワーはね、フロントタイヤの方に駆動が入ってたんですよねそう、とんでもない駆動が、うん、だからそれと同じような方式ですよね。まあそんな画期的な車なんですけど、そんなに売れてないんですかね。見ないですよね、本当に見ない。
俺もね常々仕事とかで走り回ってますけど、いまだに見たことあるのは2回ぐらい。本当にその程度です。かっこいいと思うんですけどね。ただやっぱり1000、それなりの金額を出すんだったら、結局のところみんなね多分海外の車に目がいっちゃうんでしょうね。アウディの R8 とか。でもアウディの R8 もね最近全然見ないですからね。まあ東京界隈とかでは見るのかもしれないですけど、 NSX 含めて。とりあえずね片田舎ではねそこら辺の車も見ないです。だからまあ2000万ぐらいの車をね買うんだったらっていうところで、多分みんなねあんまり国産の車っていうか、まあある意味国産は国産ですけどね、基本アメリカで作ってるんでね、国産とは言えなくないかもしれないけど、まあホンダの車ですよね。だからホンダの車に2000万出すなら、まあどうせだったら海外のメーカーっていう、そういった方が多いのかなと、まあ個人的には勝手な解釈で思ってますけど、悪くはないと思うんですけどね。ただ俺の場合だったら価格があんまり変わんない R8 と NSX が並んでれば、多分 R8 を買います。アウディってメーカーが好きなのでね。はい、まあ今回はね現行 NSX、 まあホンダ NSX なんですけど、一応アキュラ NSX ってところですね。そうで、ちょっと残念なのが、あのトロロッソ時代のね首跡とガスリーに、あのホンダがね車貸し出してたんですけど、その貸し出しに使われてたのがね NSX 貸せばいいのに、なぜかシビックタイプ R っていうね。なんでそこケチるんだろうと思いますよ。じゃあ、あのレッドブルの2人はって感じじゃないですか。レッドブルはねタイトルスポンサーがねその当時はアストンマーチンだったんで、あのバンテージあたり貸し出してましたよね。でマクラーレンに供給してた頃は、だってむしろマクラーレン自分たちで車作ってるし、的なね。しかももっとすげえ車を。なんで NSX 登場してねえじゃんっていう。俺が知ってる限り NSX がそういう F1 ドライバーのところで、なんていうんですかね、乗ってたのを見た映像っていうのが、確かデビューしたばっかりの時ね、アロンソがカタロニアサーキットかどっかで走ってたのがね、そのぐらいの動画でしか見た記憶がないんですよね。もうあと1年なんだからね、トロロッソの2人に貸し出してもいいんじゃねって思うんですけどね。トロロッソじゃねえ、アルファタウルですねもはや。あのね、レッドブルカラーのスクーターとかアルファタウルカラーのスクーターとか作ってるんだったら、NSX いいんじゃねえのかなと思うんだけどな。はい、ってことでね、今回は以上で終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。